CF ネッツの不動産投資はお客様と向き合うことから始まります。それは皆様の大切な財産を一緒に築いていくことが目的だからです。まずは個別相談から。詳しくはホームページまたはフリーダイヤル 0120-177-213 まで。お待ちしております。さあ今年も始まりました大人の歩き方。回を重ねて縁起のいい末広がり、88歩からのスタートということになります。春も近づく88歩ということでよろしいでしょうか。横浜市西区藤田商店街にやってまいりました。そしてここで待ち合わせということで今年もよろしくお願いします。昭和早々88ってね、縁起がいいね、88でね、縁起がいいですよ、末広がりで、うん、今日は、ね、何かが始まる、はい、うん、藤田商店街知ってる？あの僕のブログを見てる人はね、はい、大体いろんな仕事をね分かってくれてると思うんだけど、うん、今日は正月早々ね仕事としてここに立ってるんだよ。強力なスタッフが、うん、どうも、あの今年もよろしくお願いします、うん、南青山建築工房の、中山さん、お世話になっております。コーディネーターでね、まあ、いろいろね今いろんな物件のねリノベーションしてるわけ。おお。でその中に一応僕もね参画して、はい、いろんな提案をねしていて、はい、彼が PM の責任者の上町君、うん、お世話になります。お世話になります。で彼は何するかっていうと、はい、まあこういうね、今ほら首都圏で全部こううちの物件をね管理してるわけだよね。でそれ一つ一つを要するにまあいわゆるそのどういう世帯の人が住んでいてどういう人たちがこの物件に住むのかっていうことね、そういうなんていうかなセグメンテーションっていう、はい、あの僕たちが今度ね、あちこちこう言い出してて、要するにほら今空室が増えてるところとかさ、今度家賃が上がるところもあれば下がるところもあるよね。それってねセグメンテーションってものがすごい重要で、でそれをね、ずっとこのところ僕たちはやってきてるわけ、うん、そのね現場を今日は見てもらうと。これは興味深いですね、うん、ちょっとだけど、一歩進む前にとりあえずリノベーションとセグメンテーションを検索してもいいですか？待ち合わせの商店街近くの物件にやってまいりました。社長、綺麗じゃないですか。そう、これね、はい、ちょっとねちょっとだけ手を加えた感じなわけよ。フルリニューホームじゃない。え、これでちょっとだけですか、うん、ちょっと説明してあげてよ。はい、実はいいところがまだ全然残っていたので、あと問題点だったところがこちらの部屋脱衣所がなかったんですね。はい、ですのでもうあえてここに壁を作ってしまって扉を作ることによってきちっとこう脱衣場が、ということはここの壁はなかったなかったんですか？はい、ありませんでした、うん、じゃあさらに、はい、この海外はさ、ほとんど駐車場ってないのよ。あでも、はい、でもはい、お任せください。こちらのご案内いたします。はい、どうぞ。そして奥の部屋に入っていくと、はい、車止まってますね。そうなんですよ、まあ、専用駐車場、はい、すぐ横に横に
つまり雨が降っててもここから荷物だ、はい、場合によってはそこから中入れるしまあそれも可能だといえば可能ですもんね。そう、あと荷物を下ろしたりさ、子供を下ろしたりするときに、はいはい、わざわざ玄関回らなくてここからだ、ね、出し入れできる。あ、子供出し入れじゃねえか、乗り入れだなで、はい、金額が、はい、はい、こちらの物件はですね、8万3000円の賃料と教育費3000円、それと駐車場だとこの辺りはだいたい3万円ぐらいが、ね、ちゃんとアスファルトの引いてあるところだとそのぐらいする形なんですけれども、トータルですると11万6000円になります。ただ今回はですね、もう特別にこちらの10万5000円で、全部込みでご提供できるという、そんな形でご案内させてもらってます。はあ、でそれでですね、はい、こちらの間取りでフルリノベーションしている物件が2階にもございますので、ぜひご案内いたします。あ、また違うタイプが、はい、こちらがフルなんですね。まあ見てよ、まずここが違うでしょ、開放感が。 あれこれドアの付き方が違います。扉が全て引き込むようにすることによって、はい、奥まで広い空間がつながるようにさせていただきました。はあ、これまた空間の広さを感じるっていうか、はい、そういう間取りって言ったらいいんですかね。そうですね。さらにね、ここは工夫があるんだよね。はい、こちらも先ほどと同じように洗面所を作らせていただいたんですけれども、はい、この中に収納も新たに作らせていただいております。でさらに、はい、ここね、今ついてないけど、はい、ドラム式洗濯機ですか。あ、それはもう設置されてる状態で住むことができるということです。これからの、ね、リノベーションはやっぱりね、そのなんていうかな、賃貸の物件を賃貸仕様にまた戻すんだったらやっぱり家賃取れないですよ、うん、だけど、まあ、ちょっとした工夫でね、高級感を持たせることで賃料を上げたりすることができるわけ。それぞれいいところがあって、こう自分が住んだ時っていうのを考えた時には皆さんの選択肢は広がりますよね、うん、あ、こうやってやって変えていくんだ。何締めようとしてるの。いや、締めようとしてるんですよ。ここだけじゃないんだ、あと2軒あるからこれから2軒、まあ、あと2軒あるから。続いてはこちら坂東橋の駅の近くですね。駅の上って言ったんですかね。もうスッと出てすぐですよね、のマンション。ほらほら、明るい。どう、あ、もうここがおしゃれ、うん、これね、はい、もともとはね、壁なかった。え、なかったんですか。で、このね、ワンルームなんだけどちょっと広めだから、こういうね、その広めにして、でここにだから物置けるじゃん。あー、確かに、うん、そうですね、うん、玄関周りに浮いたようなものが。で、あとこういう感じが、ほら、どうもいらっしゃいませ。先回りお邪魔します。今、玄関周りのことを教えていただいたんですけれども、社長に。その時に社長、ここ壁なかったんだよみたいな話が。そうですね、結構足し算をしてまして、今お話ししたこの壁も新たに作らせていただいたのと、あとは後ろにあるこちらの扉を開けていただきますと。いいですか。はい、どうぞ。おお。おこちらも壁を設けて仕切る形で、施工させていただきました。これ開けた状態閉めるとまたこっち側の空間がスッキリするっていう。そうですね、ことですか、うん、でさらに、はい、これからすごいんだよ。都会ならではのね、はい、設備がこれなんだよ。こちらにかけていただきまして、はい、このようにですね。ああ、うん、だから部屋干しできる。はい、エアコンじゃん、ね、だからここである程度乾燥させたやつをここに部屋干しをしておいてエアコンかいてるの。個人的にはこれに白い布を貼って向こうにプロジェクターを置くと映画が見せるんですよ。それいいアイデアなの、どこまで俺が場所的に最高なんだよ。
そうですよね。まず基本的に生活に必要なものは揃ってるっていう場所ですもんね。で、はい、月々7万円、共益費5000円の7万5000円でこのホテルライクな生活をご提案させてもらってます。惹かれる人がですね。ホテルライフでも本当にそのホテルの質のような、はい、そういう快適な空間ということが、ね、7万5000円だよ。ですね。マンションからアパート一戸建て、南青山建築工房はデザイン、性能にもこだわって建物を建築します。目指しているのは100年持つ構造とデザイン。建物は財産であり歴史でもあります。もちろんリフォームもお任せください。関東一円をカバーしています。お問い合わせは 03-3562-7750 まで。そしてこちらですね、うん、一応最後の物件 で、はい、でちょうどね、あの工事やってる最中の現場なんで、ほうほう、うん、で、潤さんの好きな、はい、あ、今度はここに書くのがついてるの。あ、ついてますね。で、ここ開けるじゃん、はい、で、今度は中がまたすごいんだよ、はい、ほら、いいですか、これ開けて、うん、どうよ、え？あれ、なんですか、これ。ジャグジーついてる。あの、この部屋、これで決めたいっていう感じ、もうそういう決め手になりました。なるでしょ、はい、今ね、ここの部屋はこれじゃ、うん、で2台目借りるときは中でもいいし、まあ、もう一部屋空いてるんだけど、そこ用の駐車場もちゃんとあの準備して置いてあるから。こちらになります、はい、同じ胸の中に全くなんか違う作りのものがあるってことですか。まあ、ここはね、どういう使われ方でもいいと思うね。あとは今可変式のさ、家具とかあるじゃん、ね、はい、だから、ここにちょっとマジキリングの代わりに、の家具をつけて移動してさ、うん、使ったりもできるし、はいはい、あと使い方自由だよね。いや、今回もいろんな物件を見させていただきましたけれど、それぞれ個性があって魅力がいっぱい詰まってるというか、それぞれ皆さんのやっぱりリクエストに応えられる形っていうのもありますよね、うん、ある。で、ここもほら、もううちはね、だいたいこのドラム式洗濯機をね、どこにも配置してて、はいはい、で、外で みんな喜んでくれる。すいません、じゃあ洗濯機ちょっと開けていただいてもいいですか。なんか入ってるね。わかりました。どうもすいません。じゃあ、盗みの時間とさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、いきます。そして第88歩、ニーズに応える想像力と創造力、リノベーションの力。どう、素敵です。 ありがとうございます。ありがとうございます。正月早々ね、良かったんじゃないですか。そうですね、いつもよりも多く笑っていますぐらいの感じでいいでしょうか。でも、あとか。いいですか、あとなんか、これ、付加価値ですから。クレーム処理、家賃の滞納、契約違反など、大家さんの仕事は個人では難しい時代です。そんな時代だからこそ、はい、CF ネッツコンセンターでございます。 CF ネッツの賃貸管理は不動産のプロと弁護士が賃貸管理を代行します。大家さんは通帳の管理だけで大丈夫。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-177-213 まで。